るいんですけど本当に全部楽しみで今、まあ、強いて言うなら何ですかね、まあ、でもクイズ研究会のみんなとのシーンはやっぱりあの花子さんといる時の大鳥とはまた違う友情の面が見られる大鳥だと思うので、その辺の切り替えっていうかしっかり視聴者に伝わるように演じたいなと思っているので、すいません、まあ、あの結局全部楽しみです。いやめちゃくちゃ楽しみですね役もそうですけど、あの本当個々の皆様の本当個性が本当にあの多分光ってる方がすごく多いと思うので、そんな中での現場が多分間違いなく撮影も楽しいですし、映像として見ても多分きっと面白いなって。やっぱ学生ものをやってこうあの一緒にまた青春時代を一緒に過ごせる仲間がまたできるからこういうのは本当仲良くなるっすからな。5人でこの仲の良さをこうみんなで見せれるぐらいこう仲良くなれたらいいなっていう楽しみあるっすな。お風呂に入ることです。大浴槽で5人で入ってクイズを出し合うシーンがあるんですけど、自分自身お風呂が大好きで、暇があったら銭湯に行っては、まあ、交代浴っていうあのお湯入って水風呂入ってっていうのを繰り返して入るっていうのをやってるので、まあ、それで肌の感の付き合いが5人でできるっていうのも楽しみですし、一ノ瀬さんの肉体をこう見れるっていうのはなんかすごく興味深いというか楽しみです。こう台本を見るとその物陰からやっぱりこう主人公の恋愛を様子を伺うみたいな、はい、で遠いところから見るみたいな、はい、勝手に心躍ってる自分はいるんで、ちょっとみんなでひょっこりできればなって、5人で、はいはい、それが1枚でも収まったら、はい、このドラマで、はい、個人的な成功です。ドラマのキャラクターたちはこうやっぱ恋愛することを放棄してこう愛することも放棄したんですけど、ぜひ視聴者の方はそのキャラクターみんな愛してあげてください。よろしくお願いします。それではドラマ恋愛のすすめお楽しみしといてください。勉学に長けたクイズを愛する高校生たちが高校生らしからぬ無知な恋愛に対して飛び込んでいく姿が、作品では描かれています。遠回りなセリフですけど答えがあるから逆に視聴者の方々に伝わりやすいメッセージが集められていると思います。なので、ぜひ、毎週ご覧ください。よろしくお願いします。皆さん、クイズ研究会の、ドラマの恋愛ストーリーぜひ見てみてください。いや、ではここで問題。私演じる虎松壮太、最終話までに私の恋愛もあるのでしょうか。 A ある、 B ない。答えはオンエアで見てね。学生ほとんどきっと全員メガネで、男子しかいないような高校で、でもすごくあの胸が熱くなる瞬間とかもあるような、すごく素敵な恋愛コメディになっていると思います。ぜひ恋愛のすすめご覧ください。今回、僕恋愛のすすめというドラマに出演させていただくんですけども、まあとにかく見ていただきたいです。今までの僕とは全く違うようなキャラクター、最初に監督さんとかスタッフさんたちと話した時点から、今までの綱とは全く違うような姿をお見せできると確信していますので、ぜひ見ていただきたいです。ということで改めまして、恋愛のすすめよろしくお願いします。ちょっと一歩だけ左に、いやすいません、もうそうっすな、すいません、もうどんどんテンパるっすな、もううろうろしちゃって、いや頑張るっすな、いいドラマになるように。ときめく時を TBS。